面白そうな人が多いところね。派閥に勧誘しちゃおうかしら。これがメンタルアウトよ。よーし、どこにいたって日課のスカートめくりはやめられないよね。サテンさん、異世界に来てまでそんなことしないでください。私たちのコンビネーションを。結局最後に笑うのはこの私ってわけよ。私にかかればこんなもんなわけよ。岬からお嬢様同士お茶をしようと誘われたが、良いものだな。スカート短すぎないか。このスバ退屈しないわね。この世界はやるからには当然勝つわよ。お縄につきなさいな。ガツンといっちゃうよ。サポートは任せてください。覚悟はできてる？せいぜい苦しんで。このクレープ本当に美味しいですね。ほんとほんと、なかなかここまでの味を出せるクレープ屋はないよ。こんなに美味しいクレープを食べに来たっていうのに、お姉さまと来たら。なんですって食法。もう一回言ってみなさいよ。もちろん何度でも言ってあげるわ。そんなストラップをもらって喜ぶなんて、美佐子さんたら幼稚力ね。この限定ゲコタストラップはマニアの間で超人気なの。ゲコタの魅力がわからないなんて、あーかわいそうなやつ。また始まってしまいましたわ。あの二人って本当にいっつも喧嘩してるよね。とにかくゲコタを侮辱したことを許せないから、いつか罰が当たるわよ。当てられるものなら当ててほしいわ。ゲコタの罰って一体どんなのかしら。ギャー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 。お二人とも、こんな場所で喧嘩なんてジャッジメントとして黙って見過ごせませんわ。お姉さまも落ち着きになって。って、クロコ、どさくさに紛れてどこ触ってるのよ。これは単なる偶然ですの。って、なんだか地鳴りのようなものが聞こえた気がしますが。あれはこのエリアも捜索完了。対象の能力者の情報なしと。こんな報告ばっかしてたらまた怒られるってわけよ。でも爆炎を操る能力者なんてそんなすぐ見つからないでしょ。結局うちの組織人使い荒すぎなんじゃん。え、何これ。なんかでっかいロボットみたいなのが歩いてるってわけよ。何この光、まぶしい。このズバ。手土産まで持ってきてもらってすまないな。ゆっくりしていってくれ。いえ、お構いなく。私はメグミンとの勝負があるので。ただ勝負の後は一緒にお話ししながらお茶とかできたら。素直に遊びに来たかっただけだと言えばいいのに、こじらせた子ですね、この子は。全く違うわよ、めぐみ。今日こそ決着を。なんだ今の音は。っ
たまったく何なのよ今のは。変なロボットみたいなのが出てきたと思ったら。今のロボットみたいなやつ、前にも一回見たことある気がするんだけど、クロコ覚えてない？そう言われれば、あ、思い出しましたわお姉様。あれは確か次元要塞デストロイヤーとかいうロボットでしたわ。あの時は確か異世界に。え、あなたたちは巫女にクロコ？どうしてこんなところにいるのですか？ひょっとしてめぐみさん？っていうことはまた異世界に飛ばされちゃったわけ？どうしためぐみ、そんな大きな声を上げて。お前たちは。ちょっと何がどうなってるの？ダメだわ、あまりの非日常に全然ついていけてないわ。誰か説明してくれる？なるほど、つまり今の話をまとめると、ここは異世界ってことかしら。この状況からしてそれに間違いないわね。前もあのロボットみたいなやつに襲われて突然転移しちゃったから。皆さんお久しぶりです。私のこと覚えてますか？もちろんですよユンユンさん、この世界で一緒にジャッジメントをやった仲じゃないですか。嬉しい、ありがとうございます。そういえばカズマさんとアクアさんは？二人は今バイトの親方に頼まれて手伝いに行ってるんだ。もうそろそろ帰ってくる頃だと思うが。助けてくれてありがとう。お前さあ、カエルに打撃は効かないって何回言えば。だってなんかいけると思ったろ。今日だけはいける気がしたろ。はいはい、しかしバイト帰りにジャイアントトードに出くわすなんて今日はついてないな。こんな日って大抵さらについてないことがあったりして。いやーって、え、なに、嘘、なんか降ってきたー。カラスマさあ、新しい冒険の始まりよ。速報とフレンダがカズマさんたちに迷惑かけないか心配だわ。クルシュバ、確かここにしまったはずなんですが、うん、あれないですね。めぐみ、こっちのタンスは見た？クロコ、めぐみんさんたち何やってるの？制服を探してるそうですわ。せっかく久しぶりに会えたんだから、この世界のジャッジメントとしてみんなでお揃いの服が着たいなって思って。ああ、こんなところにありましたよ。ユンユンの分もちゃんと、あとダクネスの分も。私の分もだと？実はダクネスの分もあの後アクアが作ってくれたのですよ。はい、これです。おお、これは足が丸見えではないか。きっとカズマは下品な視線をチラチラ向けてくるに違いない。くっ、たまりゃ。ダクネスさんってかなりのアブノーマル力ね。着替えたらアクセルの町へ出ませんか？久しぶりでしょ。おお、行きたい行きたい。この町って本当に面白ポイント多いし。はあ、なんだか変わった人たちね。この世界ではあれは普通なのかしら。それはどうだかわからないですけど、とっても楽しい人たちですよね。
そうね、学園都市にはなかなかいないタイプよね、このスバ。そしてここがアクセルの町の正門だ。ここでは飛んでくるキャベツをみんなで収穫したりもしたぞ。キャベツが飛ぶ？本当にどうかしてるわね。カズマも言っていたな。私たちにとってはキャベツが飛ばない方がどうかしている気がするのだが。私も最初に聞いた時は驚いたよ。だってキャベツだよ。そのキャベツで作った野菜炒め本当に美味しかったですよね。あの味は忘れられないです。私はあれが忘れられないかな。あのでっかいカエル。それはジャイアントトードのことですか？そう、それ前に来た時それを討伐するクエストに付き合わされたことがあって。あら、カエル好きの美坂さんがカエル討伐なんて意外ね。私が好きなのはゲコタだから。それに結局私は討伐できなかったし。情けないわね。私からしたらカエルなんてただの。ね、出た！食王さん、後ろを見てください。あ、やっぱり見ない方がいいかも。何かしらこの巨大な生き物は。私が思っていたカエルと全然違うわね。こんな正門の近くに出没するとは。美咲、早く逃げろ。食べるのは私にしてくれ。まだ痛いんだけど。いきなり空から降ってきて人を下敷きにするやつがあるかよ。マジで死ぬかと思ったぞ。だから何度も言ってるでしょ、私のせいじゃないって。なんかクモみたいなロボットに攻撃されたと思ったらこんなところに落っこちてきたってわけよ。クモみたいなロボット、もしかしてデストロイヤーか。前にもあったわ、ミコトたちが来た時。もしかしてこの子もその異世界から来たんじゃないかもな。あのさ、異世界がどうとか言われても意味わかんないわけよ。結局ここはどこなのよ。あら、まだ混乱してるのね。いい、ここはこの私、水の女神アクアが民を導く世界。アクシズ教にその身を委ねれば大丈夫よ。嘘をつくんじゃありません。とにかく早く任務を遂行しないとこっちの身が危険なわけよ。早く元の世界に戻らないと。それじゃ元の世界に戻る手がかりがつかめるまでうちに来るか。これも何かの縁だし。本当にいいの？イエーイ。それじゃあ遠慮なく。ああ、この森を抜けたら俺たちの住んでるアクセルの街が見えてくる。ほら、あそこが。てー、どういうこと？あんな街の近くにジャイアントドードがいるわ。なんなのよあのでっかいカエルは。やばい、誰か食われてるぞ。ちょっと誰か助けなさいよ。こいつの口の中、すっごいヌメヌメするの。私のメンタルアウトは機械や動物には効果がないの。早くして。待っている美咲、私が今身代わりに。ほーら、言わんこっちゃない。やっぱりゲコタを侮辱した罰が当たったのよ。まったく、世話が焼けるんだから。お姉さま、早く助けないと。このままでは食宝さんが飲み込まれてしまいますわ。めぐみ、私食宝さんを助けに行ってくる。待つのです。この大ピンチからの逆転の舞台、コウマ族随一の魔法の使い手としてみすみす人に譲るわけにはいきません。今こそ私の出番です。ミコトたちも見ていてください。あなたたちとの再会の祝報を今こそ打ち上げてみせますよ。めぐみさん、その前に少し時間を。私がテレポートで食宝さんを連れてきますわ。
ウロコかっこいいです。一瞬で岬を救い出しましたね。これで全ての部隊は整いました。うがてエクスプロージョン。え、今のは爆裂魔法？めぐみんのやつこんなところで撃ったのか？この爆炎間違いない。あいつが私が探してた爆炎を操る能力者ってわけよ。おい、ちょっと待て、どうした急に。このスバ、このスバ、新たな友情に乾杯。乾杯。異世界料理うまい。はあ、ずいぶんと平和なもんだな。さっきは本当どうなることかと思ったけど、結局あれは何が起きたんだ。ターゲット発見。爆炎を操る能力者に間違いないわね。私の爆弾とどっちが上か勝負しようじゃないの。爆弾？何いきなり物騒なもん出してんだ。止めたって無駄だから。私は私の任務を遂行するだけってわけよ。いやー、めぐみ危ない。ダグネス大丈夫ですか？おかげで助かりました。というか一体どういうことなのですか？いきなり変な人が襲ってきて、ってあれはフレンドさん？そこにいんのはサテン？まあでもこっちは任務の真っ最中だから、積もる話はまた後でってわけよ。おい止まれ。お前の任務がなんだか知らんが絶対人違いだ。本当にひどい目にあったわ。ただあの子には助けてもらった恩もあるわね。ここは私の改ざん力でよっ。あの時突然フレンダの動きが止まったが、一体ミサキは何をしたのだ？フレンダの脳に直接情報を送り込んでこの状況を理解してもらったのよ。記憶をいじったり認識を変えたり感情を移植したり、いろんなことができちゃうスーパー能力なんだぞ。職王さんは学園都市に7人しかいないレベル5の能力者で、メンタルアウトの使い手なんです。メンタルアウト？何ですかその名前は。響きがかっこよすぎます。ちょっとしたすれ違いはあったけど、無関係なめぐみんを始末しちゃわなくてよかったわ。ちょっとしたすれ違い、あれが？私は私で必死だったってわけよ。なんだって重要な任務中だったんだから。はあ、とにかく皆さん、さっきはフレンダさんが迷惑かけちゃってごめんなさい。みんな無事だったのだし、もう気にするな。今はとにかく再会を祝おう。そういえばユンユンさんはまだこの町でジャッジメントの活動を続けてますか？それはもちろんです。みんなで続けてます。みんなで？そんな話は初めて聞きましたね。いつも一人のユンユンがどうやってみんなで活動を？メグミンたら黙っててよ。どうせならジャッジメントなんかやめて私の派閥に入ったらどうかしら。あ、派閥？派閥って一緒にお茶したり買い食いしたりお家に行ったり悩みを相談したりするんですか？悪いことは言わないからやめておいた方がいいわよ。何させられるか分かったもんじゃないから。あら、普段から私の派閥メンバーを見てるくせにそんなこと言うなんて。美坂さんは著しく観察力が貧しいのね。あんたね。お友達と一緒にご飯を作ったりするのってなんだか楽しそう。それならサテン一緒に作ってあげれば。あんたのサバカレーを超えるカレーなんてないってわけよ。ええ、もちろんいいですよ。
カズマさん、こっちの世界でサバってどこで買えますか？サバは見たことないかも。サンマじゃダメか？それなら畑からすぐ取ってこれるけど。サンマを畑で？何を言ってるかわからないわけよ。いいわね。明日はお魚料理をみんなで食べるついでに宴会もしちゃいましょう。いや待て、そんなにゆっくりしていていいのか？元の世界には巫女たちを待つ者もいると思うのだが。あ、そうだった。結局任務は終わってないわけよ。私たちもいつまでもここにいるわけにはいかないし、戻る方法は探したいわね。戻る方法は多分前回と一緒じゃないか。みんなをこっちに送り込んだ次元要塞デストロイヤーを破壊すれば、多分。そうですわね。ギルドで目撃情報を集めて捜索するしか方法はなさそうですわ。それじゃあ方針も決まったことだし、今日は心置きなく騒ぎましょう。すみません、シュワシュワおかわり。イエーイ、楽しもう。ほら、ユンユンも一緒に。こんな風にみんなで騒ぐなんて、お友達みたい。嬉しい。このスバ、このスバ。フレンダさん、それで何杯目よ。カズマさんって意外な特技力があるのね。他にはどんな料理ができるのかしら。カズマは料理スキル持ちだからな。どの料理もうまいぞ。ちなみにこのスープは何で取ってるんですか？とっても美味しかったです。それはリザードランナーの肉をベースに取ったスープだな。つまりトカゲだ。なければよかった。材料が何であれ、料理は愛情。みんなが美味しそうに食べてくれることが俺の一番の。って違う！もう1週間経つぞ。なんで当たり前のように住み着いてるんだ。だって仕方ないじゃない。いつまで経っても目的のロボットが現れないんだから。結局ロボットが現れなきゃ帰りたくたって帰れないってわけよ。だったら巫女たちみたいに情報収集しに行くとかしたらどうだ。ただでさえうちには大して働かずに飯ばっか食うやつがいるんだ。こんな人うちにいとっか。あ、私もおかわりもらえるかしら。お前のことなんだけど。ちょっと大変よ大変。ついに手がかりをつかんじゃったかも。おお、そんなに慌ててどうした。デストロイヤーについて何か収穫があったのか？ふっふっふ、我々はついにデストロイヤーの所在を突き止めることに成功したのです。やったじゃないか。これでようやく巫女たちが元の世界に帰れるな。討伐の依頼がギルドに来てたみたいで、なんでも遺跡の発掘調査を邪魔してるロボットがいるって。遺跡自体もここから遠くはなさそうだし、うまくいけば今日中には。そういうこと。いつまでもここでお世話になるわけにもいかないし、さっさと倒しちゃいましょう。私もそろそろ任務に戻らなきゃいけないってわけよ。では参りましょう、デストロイヤー討伐へ。みんなで力を合わせ討伐を成功させよう。忘れられない戦いになりそうだ。こんな変人力の高い人たち、きっと忘れたくたって忘れられないわよ。行きましょう。めぐみさん、行くわよ。ええ、任せてください。巫女こそレールガン遅れないでくださいよ。そんなの分かってる。それじゃあせーの、エクスプローション。
したやつよりは随分歯ごたえなかったわね。これは多分デストロイヤーの試作機だな。前のやつより動きがだいぶぎこちなかったし。あ、見て、ミコトさんたちの周りに光が。これでようやく帰れる。そろそろいつものサバ缶が恋しかったってわけよ。任務じゃなくてそっちなの？まったくひどい目にあったわ。でもまあ、悪くない異世界生活だったけどね。やっぱり私たちのお別れに湿っぽいのは似合わないわね。どこにいてもみんな大切な友達よ。バイバイ。おう、元気でな。運が良ければまた会おうな。あれ、私もしかして寝てた？それはもうぐっすりとね。ずーっとニヤニヤしちゃって、一体どんな夢を見てたのかしら。いや、わかんないけど、なんだかすごく楽しい夢を見てた気がする。美坂さんも？それ私も。それでは皆さん、暗くなる前にそろそろ帰りましょうか。そうね。それではこちらが今回のデストロイヤー討伐報酬の分。おお、差し引いた遺跡の修繕費です。大爆発を起こして遺跡をめちゃくちゃにした責任は取っていただきますよ。あいつら、せめて修繕費払ってから帰るよな。クソったりゃー。このスバー